左アウェーの釜玉アレサヌキ、右ホーム岩手グルージャ盛岡、両チームのスターティングメンバーが姿を現しました。ここから仕掛けていけるか、岩手の攻め、一気にドリブル前進、スナイダー、堂本左足のシュートはポストの右、決定的なシーン振ります。途中加入同士、水野の粘り、そして堂本一人かわしての左足。さあこの攻めが岩手にリズムを生むのかどうか。さあ早いショートコーナーだ、岩手の攻め、左足のシュート、キーパーの正面です。狭いところでおたぼけです。受けて川辺、右に出した、仕掛けていけるかどうか、左足のシュートはクロスバーの左、ただまたシュートが来ました。受けてそして勝負していきました。 J2 甲府に入って、そして出場機会を求めてグルージャにやってきましたということにどうやらなりそうです。岩手グルージャ盛岡。さあ縦一気に行って、川辺俊太郎、川辺俊太郎、川辺俊太郎、キーパーと一対一だ。川辺横に出してシュートは決まった、岩手が追いつきました。香織俊平グルージャブ初ゴール、同点ゴールが生まれました。ゲームは振り出し、大事な大事な一戦で香織俊平が決めました。リプレイです。自陣からこのパスに川辺俊太郎が走り、そして相手を振り切りました。そして川辺、味方の動きを見て冷静にラストパス、深堀俊平、川辺の突破から、そしてそのラストパスをしっかりと左足で決めました。さあ共に2枚の選手交代、大きく前線へ、そして走る、さあまた川辺が行く、川辺が行く、川辺が行く、川辺が行った、右足のシュートはポストを叩いた。またビッグプレー、そんなシーンでした。ただこれはプレッシャーのかかる中でそのシュートはポストを叩きました。近くにはオタボケネス、オタボケネス、エリアには今3人、ゴール前、柔らかいボール、キーパー今村がしっかりキャッチしました。